どうも、キツネが馬です。おじゃ、パパパ。パプア。炎上しろよ、お前。おい、生きてるのこれ。あがんこ。というわけでですね、今回、ウマヅラビデオ、仰天シリーズでございます。というわけでですね、世界情勢に詳しいミスター関を呼んでおります。うわうわこんばんは。うわぁ、すげぇ。どうもどうも。あ、ミスター関、5回目だ。怒れよ、いい加減。今回の仰天シリーズは、かつては世界最高水準の生活を維持し、国民の 90% 以上が働かないニート国家が存在した。というわけでですね、今回そのニート国家について触れていきたいと思います。フィジーから北へ 2000km の距離にあるナウル共和国。世界で3番目に国土が小さい国であり、世界で4番目に人口が少ない国なのね。そして住む人々は古来から漁業と農業に従事し、貧しくもつつましく生きる地上の楽園と言われたのよ。しかし19世紀、太平洋の島々がことごとく欧米列強の植民地にされていく中で、ナウルの楽園もまた破られることとなるのね。そして1888年にドイツの植民地になって間もなく、この島全体が輪鉱石でできていることが判明したの。うわー、じゃあつまりその島をぶっ壊せば大量の資源を得ることができるってこと。そういうことですよ。うわー、じゃあぶっ壊そう。立花だよ。輪鉱石とは、数千年数万年にわたって積もった海潮の糞がサンゴの石灰分と結びついてできたもので、肥料として大変貴重なものであったため、19世紀後半から採掘が始まったの。そしてやがて第二次世界大戦を経て、1968年にようやく独立を達成すると、それに伴い輪鉱石採掘による莫大な収入がナウル国民に還元されるようになるのよ。その結果、1980年代には国民1人当たりの国民総生産が2万ドルにも上り、それは当時の日本9900ドルの約2倍、アメリカ合衆国13500ドルの約 1.5 倍という世界でもトップレベルの金満国家に生まれ変わったのよ。そして医療費もただ、学費もただ、水道や光熱費はもちろん、税金までもがただだったのね。何で払えばいいんだよ。払っていいのかよ。その上、生活費まで支給され、新婚には一軒家まで贈呈され、輪鉱石採掘などの労働すらも全て外国人労働者に任せっきりとなり、国民は全く働かなくても生きていけるようになったのね。これ全部買いだめにやらせた。そうですね。そう、舐めてるね。怒んないよ。その結果、国民はほぼ公務員と無職だけとなり、毎日が日曜日という夢のような時代が30年ほど続くこととなったのね。みんな違うの？ナウル大統領。そしてナウル共和国では、働かなくても食べて生きるようになったことで、働きもせず毎日食っちゃねの生活が当たり前となり、食事はほぼ 100% 外食に頼るような生活になったのね。じゃあ全員眠じゃん。決めつけはよくねえ。そうした生活が30年にも及んだため、肉体が蝕まれ、全国民の 90% が肥満、30% が糖尿病という世界一の肥満糖尿病大国になってしまった。そればかりが精神までもが蝕まれ、勤労意欲が消え失せ、そもそも食べるために働くのが当たり前という認識すらなくなっていくのよ。そしてすでに20年も前から輪鉱石が枯渇するだろうと予測されていながら、ナウルの人々は何一つ対策も立てず、努力もせず、ただ日々を自堕落に生きていくことしかできない民族となり下がったのね。あ、なんかいろいろ努力した結果こういう国家になったって思ったら、ただただだらしなかっただけってこと。そうですね。そういうのですね。移住しまえよ。そして2017年3月、サウジアラビアの国王が自らわざわざ出向いてまで日本にやってきたのは、こうした資源の枯渇に対する危機感とも言われているのよ。21世紀に入って以降、急速に石油に頼らない新エネルギーの開発が進んでおり、遠からず石油に頼らなくてもエネルギーが賄える時代が到来するのね。石油だけに頼る経済体制から脱却するべく、日本に経済協力を要請するためにやってきたと言われてるのよ。しかしこれは日本にも同様に言えることであり、今の日本が豊かなのは先人たちの血の滲むような努力の賜物であるの。しかし日本も気づいた時にはもう時すでに遅いかもしれないのよ。ナウル人口よりフロア多いよ。誰なんだよ一体。